はい、こんにちは、いがりです。さあ、ひらがな、や行ですね。や、ゆ、よ、3つだけやっていきましょう。はい、ひらがなと言ったら、ここに出ている46文字のことを言いました。で、や、ゆ、よがどこにあるかというと、はい、ここですね。残りあとちょっとです。やっていきましょう。はい、目標です。さあ、正しい書き方で覚えましょう。さあ、ひらがなというのは、漢字が形を変えてできた文字になります。漢字に正しい書き順があるように、ひらがなにも正しい書き順があるので、しっかり覚えていきましょう。はい、まずはやです。はい、私が正しい書き順で書くので、見ていてください。いきます。はい。1、2、3。はい、やです。さあ、皆さんは人差し指準備してください。机の上に書いてみましょう。一緒に書きます。はい、せーの。1、2、3、やです。さあ、やから始まる言葉、例えば、ヤギ、野菜、野球、などなどありますね。はい、次です。ゆ、まずは正しい書き順見ていてください。形ちょっと難しいです。いきます。1、2、はい、ゆ、3、一緒に書いてみましょう。皆さんは人差し指準備してください。いきます。はい、せーの、1、2、はい、ゆ。はい、ゆから始まる言葉、例えば、雪、指輪、夕焼け、などなどあります。はい。最後、よです。さあ、まずは正しい書き順見ていてください。いきます。1、2、よ。はい。では、一緒に書いてみたいと思います。皆さんは人差し指準備です。さあ、いきます。せーの。1、2、よ。はい。よから始まる言葉。例えば、夜、よ。洋服などなどあります。はい。今回はや行やゆよ3つだけでしたね。はい。たくさん書いて練習していきましょう。あとはやゆよから始まる言葉見つけてみてください。それでは最後まで動画見てくれてありがとうございました。また次の動画で一緒に勉強していきましょう。